どうも高井です。マインドコントロールっていう佐藤鶴さんの推薦本なんですけど、この中にあなたが今ブラック企業で働いている、もしくは今その研修中、研修後、まあそのあたりだとしたら、その段階で、まあ、その企業はブラックかどうかっていう見分ける方法みたいなのについて話したいんですけど、ちょっと読みますね。決まりきったルーティンワーク以外のことを一切許さず言葉を交わすこと、誰かの質問に答えることもない。ルーティンワークとしては単調で無意味なことを課せられる。例えば一定の姿勢で壁に向かって立ちすぎるといったことで、それを少しでも守らないと罰を浴びせられ、乱暴な扱いを受ける。部屋には窓がなく自然光に一切触れないようになっている。人工とだけは昼夜に関係なくと思っているため時間さえわからない。それどころか食事時間や日課の時間も不規則に変動する。30分後に次の食事が出るかと思えば半日も 何も食べさせてもらえない。呼び出される時間もまちまちで予測がつかない。そうすることで時間の感覚や現実感覚を混乱させるんだ。ここまで極端なことはないと思いますけど、食事の栄養は不十分で室内は寒い。体力的に弱らせ精神的な抵抗力を奪うことを意図している。さらに寝心地の悪いベッドや騒音、明るすぎる光によって安眠を奪うように仕組まれている。しかもいつ過酷な拷問、まあ、尋問とかね、始まるともしれず極度に不安な状況に置かれ続けるので、こうした環境で1ヶ月程度の時間を過ごすと大抵の者は精神的にも肉体的にも疲労困憊し、打ちひびられて参ってしまう。メソメソ泣いてブツブツになったり混乱して幻覚を見たりするので、ここまで追いつくめられることを確かめた上で第2段階に行きます。まあ、ここまでね、1ヶ月も時間がかかず、まあ、おそらく1週間程度、1、2週間程度の新人研修なんでしょうけど、まあ、それでもですよ、ここまで極端な話がなかったとしても、おそらく、まあ、あれ、ここなんかマインドコントロールされてんじゃねえかなって思うようなことがあると思うんですよ。だからこういう本を読んだ上で、じゃあ今の会社どうなのかなっていう目安になると思うので、読んでみてください。それでは。